琵琶湖カントリークラブは、滋賀県立東市五園に広がるゴルフ場である。1958年、滋賀県立東町は、町おこし目的で、ゴルフ場計画を、ヤンマーディーゼル株式会社に持ちかけたことに始まる。コース用地は、立東町、今町の比叡の山並みを眺望でき、琵琶湖半下に、大本山延暦寺近くの土地である。1958年8月、 コース設計を富澤誠作りに依頼し、同年12月、新たなゴルフ場の建設に向けて、経営母体、滋賀観光株式会社を設立した。1959年1月、造成工事が着工され、同年11月8日、立東コース9ホールが完成し、滋賀県で最初のゴルフ場として開場された。1960年10月、増設の琵琶湖。 コース9ホールが完成、18ホールのゴルフ場が完成した。その後、1968年9月、増設の三上コース9ホールが完成、計27ホールのゴルフ場が完成した。コースの特徴は、立冬コースは松に囲まれた雄大なフラットなコースで、琶湖コースは、冷えの山並みを望み琶湖を見渡すことができ、三上コースはバンカーが多い戦略性の高い、 コースづくりとなっている。日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、日本オープンゴルフ選手権競技大会の開催実績があり、2021年、第86回日本オープンゴルフ選手権競技大会の開催予定である。郵便番号の三ゼロゼロ号滋賀県、立東市五五百十三番地。 ありがとうございます。